最近時給もだいぶ上がっていきましたんで、よかったですけど、先生のクライアントで上げてますよ。収入に占める人件費の割合が高くなることに対しての不満みたいなものは、そうですね、経営者側にはないですか。今基本的にあの価格を転嫁できるかどうか勝負なんですよ。なるほど、まあ、それはそうですね。ですからそれ転嫁できれば賃金は、ね、上げられるんですね。それができる会社とできない会社があるので、3割4割はできるんですけど、あとできないと。だからなるべく私お客さんに上げてくださいと。いや本当そうです。これが本当に転嫁できていい方向に回ればね。そうですね。それから税収も増えるし、税収も増えますし、雇用も増えると。今年はなんか、はい、特に特徴はありますか。やはりあのスマホ申告を推奨しているところでもあるから、ね、スマホ申告の方がね、e-tax になってありましたよね。そうですね。半分以上はやっぱもう電子申告なんで。今簡単ですよね。簡単なんですよね。はい、だから。